アーカイブ 1.1 で追加された行方不明をやろうかなと思いますが、チェーンさんのエージェント費は新規解放って書いてあるね。治安官補佐となり、チェーンの調査を手伝おう。これ行ってみよう。これ、なんだかんだで2時間くらいかかるんかな。多分、割と長いと思う。上中下と分かれてると思う。交互期待。今日はあまりお客さんが来ないようなので、暇つぶしにリンと映画を見ることにした。このシーンが一番感動するな。その時コンコンとノックする音が聞こえてきた。頼もう。何かあったら治安局まで。個別訪問サービスであるぞ。ドアを開けぬか。なんでこんなといいところで来ちゃうの。お兄ちゃん、ドア開けてもらえる？私もうちょっとこのシーンに浸りたい。チンさん来たか。邪魔させてもらおう。治安局の個別訪問サービスをご予約されたのは主で間違いなかったであろうか。治安局の訪問相談サービスなんか予約したか。この治安官チン、真心いっぱいのサービスをご提供する所存であれば。あれば。これがチン、口調が少し怪しいな。お会いできて光栄の至り。我は治安官のチンイと申す者。治安局個別訪問サービスにいかなるご用がおありか。ちょっと待ってて。おや、店長殿、これは失敬。自動応対モードがオンのままであった。してご両人は。作られたものでさえ命の意味を理解できるなら、あるいは人間にも。はあ、終わった。やっぱり名作だね。かように夢中になって何を見ておったのだ。アナイアレーター2は見たことあるかい。アナイアレーター2 要はアナイアレーター2を見てたってことか。アナイアレーター2は見たことあるかい。以前から君にはおすすめしようと思っていたんだ。未だ見てはおらぬ。1秒ほどいただこう。うん、なるほど。ヒューマノイド E800 が危険に満ちた週末の夜で少女を守り、互いに助け合う。そうするうちに感情が芽生え、最後には望まぬ別れが訪れるという物語であるな。うむ、ますますのプロットと言えよう。ネタバレを検索しちゃったの。治安官さん、映画はそうやって見るものじゃないよ。ネタバレではござらぬ。データベースからこちらの作品を抽出し、データ分析とパターン認識を実行したに過ぎぬ。マスター、これは高度な人工意識によるテクノロジー的な言い回しです。通訳して差し上げましょう。実のところ、これはネタバレを意味します。ふむ、ご両人の家庭用スマートアシスタントは何やら風変わりな性格設定。おっと、そうであった。ちょうどご両人に業務上の頼みがあるのだ。人間の行動解析のためビデオを何本かお借りしたい。とりわけ謎めいた力が災いをなすようなホラー映画の類を所望する。治安局個別訪問サービスのためいくらあってもよいぞ。そうなのかい。とはいえ、それもデータベースから取ってくればいいだろうに。店長殿は何やら修士的な表現を用いたようであるな。我の帯びている任務には背景的なデータの収集が必須なのだ。引き受けたからには多少なりとも真剣に取り組まねばならぬ。たとえこの個別訪問サービスが関心を欠くものであったとしても。それで自動応対モードになってたの？まあ私だってつまんない仕事が寝てる間に終わればいいのにって思うけど。つまらぬ仕事。ただつまらぬだけであればどれほど良いか。元はといえば、局のオイラ型がとあることに気づいたのが事の発端。
何故再三の取り締まりにもかかわらずインターノットは健在であるのかとな。そこで塞ぐは流すに及ばないという策を調進したのは他でもない主演なのだ。フォローにまつわる市民たちの要望は埋挙にいとまがない。その全てに治安局が対応できないとなればインターノットの出番となるは必定。ゆえに全ての治安官は日々一定の時間を割き市民の問題解決に当たる。これこそが個別訪問サービスの基とするところであり、そうして治安局への信頼を醸成することこそインターノット一斉美化計画の第一歩となると。それはとてもいい案だね。さすが主演さん。いや、市民として主演さんみたいな治安官がいるととっても心強いな。うん、優れた策であると言えよう。何やらご両人は手放しで賛成という風でもなさそうであるが、まあよい。我とて真摯に向き合っているかといえば、市民たちの要望はあまりに斬新であるゆえ、婚約者が浮気をしておらぬか試せやら、六分外で謎の力が悪さをしておるゆえ治安官に来てほしいやら、真に忌々しきは今日の我が相棒よ。あやつめ、個別訪問なんて一見退屈ですけど、なんといっても先を見据えてますからなどというのだ。かと思えば我が白湯を一口も飲まぬうちに光の速さで別の事件を引き受け、セイちゃんを連れて飛ぶように去っていくではないか。まったく近頃の若者と来たら。治安官の相棒として事件の調査か。映画みたいで興味があるな。僕が名乗りを上げてもいい？ほう、意外や意外。店長殿がかようなことに興味津々とは。お兄ちゃん、人の権力で威張りたいだけでしょ。上着に治安官のバッジとかつけてさ。店長殿に協力してもらえるのなら我としては大助かりであるぞ。だがバッジを授けるわけにはいかぬゆえ、口頭で治安官補佐と呼ぶにとどまるが。だってさ、残念だったね。ま、お店のことは安心して任しといて、お兄ちゃん。では我はまだ個別訪問すべきところがあるゆえ、後ほど町で会おう。移動するのか。町で何かあれだね、あのスターデールの選手ラフにいそうな子だね。ホリー、なんかのお姉さんお願いしてもいいの？でもパパはわがままはダメだって。まずは話してみるか。ホリーよ、何も遠慮することはない。思うままに述べてみよう。実はねホリーのお友達のテディが何日も行方不明なの。行方不明との？ふむ、この地区でそのような届けは提出されておらぬようだが。ホリーよ、最近ご両親と治安局へは行ったであろうか？パパはね、うちは旧地下鉄エリアから逃げてきたばっかりだからテディを構ってあげられる元気はないんだって。でもホリー心配で、こんなにテディに会えなかったこと今までなかったから。ああ、ホリーは間違っていない。治安官補佐の言う通り、行方不明はただごとではない。これは治安局が対処せねばならぬ。ホリーよ、テディの写真などを持ってはおらぬか？ある、いっぱいあるよ。でもこないだ引っ越しの時、急いで避難する列車に乗ろうとして荷物は全部。構わぬ。なれば治安官のお姉さんがいくつか質問をしよう。ホリーはしっかり思い出してくれればよい。
我らがテディを見つけられるかどうかは主が正しく答えてくれるかにかかっておる。良いな。では始めるとしよう。身長と体重は？テディはホリーより20センチ小さくて101センチだよ。体重はホリーよりも重くて32キロなの。え、でかすぎん？行方がわからなくなった日、テディはどんな服を着ていたのだ？色は？クマじゃないのかな。テディって勝手にテディベアっぽいものを想像してたけど。サメの形の青いつなぎだよ。ボンプか。ホリーはチンイの質問によどみなく答え、チンイはその証言をもとにテディの絵を描いた。テディはなんとボンプだった。これで間違いないであろうか。あ、サメのボンプか。ホリーの説明を聞いたチンイが手書きしたプロファイル、ホリーの友達テディはまさかボンプだったと。32キロとかそういう体重なんだ。1メートルくらいあるの。治安官のお姉さん、絵が上手だね。テディにそっくり。もう何日も経っちゃってるけど見つかるかな。案ずるでない、市民ホリーよ。主の届け、我がしかと受理した。よかった。パパがね、治安局の大人たちは忙しいからどうせ相手にされないって。安心するがよい。この珍異、治安官として見て見ぬふりなどせぬ。では最後にもう一つだけ、ホリーの助けがいるのだ。よいか。うん。主が最後にテディを見た時間と場所は？グラビティシアターだよ。ホリーポップコーンも食べたくなっちゃって、テディが外まで買いに行ってくれたの。映画が終わるまで待ってたのに帰ってこなかったんだ。グラビティシアターってルミナスクエアかな。グラビティシアターとは、なんと文書のほど近くではないか。6分外じゃなかったんだ。東大元暮らしってやつか。調査するべきだな。なんでこの子はじゃあロック分がいいのに。だが我はホリーを送り届けねばならぬ。後ほどルミナスクエアのグラビティシアター付近で落ち合うとしよう。一緒に行かんのだ。いた。え、文字化け。文字化けっておかしいよね、話してるのに。操作データを解分析中へしばしまったれよ。これは店長殿ではないか。この地区、あ、この地区にある28,019本の監視映像を全てスキャンした。データベースから監視カメラの記録を取得し、データ分析とパターン認識を実行したにすぎぬ。テディを撮影した監視データは見つけられたが、いささか面用でな。テディはポップコーンを持って映画館を出た後、彼方あなんとかをうろついて何かを探しとったようだ。あいつの姿を最後に映したのがまさにこの駐車場であった。すでに数日経過しとるとはいえ、徹底的に現場を検証せねばならぬ。若者は大変にエネルギッシュであるな。では頼んだぞ、治安官補佐殿。我は監視ビデオを改めて分析するとしよう。何か見落としがあるやもしれぬからな。チンイさんの過去は分かんないけど、やっぱりロボット的な感じなんよね。この足のつなぎ目のところとかもロボっぽいしな。過去が知りたいな。空き缶だ。容疑者の DNA が付着しているかもしれない。でもなんか原神の伝説任務とかって結構過去に触れるものがあったりするけど、このゼンゼロのエージェント秘話って過去をなぞるものとは限らないんだよね。どちらかというとメインストーリーの方が過去に触れたりするような。ただのお菓子に見えるけれど指紋がついてるかもしれないな。まあ証拠品集めていきゃいいってことか。あ、なんかポンプが、え、
充電してるってことこれ怖いわ怖っ。あ、ここ赤火切り替えとこうかな、これ。ちょっと赤火切り替えよう。